NHK 渋谷505スタジオで収録したライブをお送りしているライブビート、こんばんは、ナビゲーターの古賀豊です。今回お送りするのは4月22日に収録したサケロックと二階堂和美さんです。まずサケロックから、軽妙洒脱な楽曲と楽しいライブが売りです。イースタンユースや高田蓮さんなどのミュージシャンからの支持も厚い人気急上昇中のインストバンドです。高校の先輩後輩という間柄のメンバーが集まって2000年頃結成されました。2002年にアルバムユタ、今年4月にミニアルバム慰安旅行を発表しております。不思議なバンド名はエキゾチックミュージックの巨匠マーティン・デニーによるサケロックという曲名にちなんでおります。非常にキャッチーで真似ができないメロディー、よくわからない凄みを覚える曲名、ジャズともフォークともロックとも言い難い雰囲気を醸し出す巧みなアレンジ、このひと夏っこい響き、病みつきになることは間違いありませんよ。演奏も強力です。渋いコードワークやソロでうならせる星野源さんのギター、安定したテクと豊かな音色の田中圭さんのベース、ロック的なキレを感じさせてくれる伊藤大地さんのドラム、そしてその愉快すぎる顔と仕込みと思いつきが中途半端に空回りする強烈な MC と、いい湯加減極まりないスキャットでもってリードのメロディーのほぼ全てを担う巧みなトロンボン奏者であるということを忘れさせてしまう浜健こと浜野健太さん、個性も実力も半端なく、実に技巧的でファンキーでありながらそのうまさが全く嫌味じゃないのは奇跡です。しかも全員20代前半、この悠然とした凄みは何なのでしょうか、信じられません。その彼らのライブは楽曲演奏の豊かさが魅力であるのは言うまでもないのですが、なんといってもフロントの怪人浜健さんが強烈です。芝居がかっているともですね、単なる思いつきとも言い難い珍妙な味わいは意味不明かつ形容不可能、愉快で最後になんとなくしみじみ、これは聴いていただくしかございません、サケロックです。
で戦士。広い会場の中でお客さんと一体になってこう天井広いでしょ、ほらどう客で、まあそういう感じの始まりましたけど、酒ロックライブではないですね、ライブビート、それではですね、一番最初にやった曲はですね、もうという曲をやりました。ファーストアルバムに入れてあります。次の戦士という曲をやりましたが、これは、最近、戦士という曲をやりました。最近は演劇のサントラをやりまして、そこで、戦士という曲を作りました。戦士いいですか、覚えて帰ってください。今日は戦士。それではですね、新しく最近ミニアルバムを出しました。ヤン旅行というアルバムを出しました。CD 屋で売ってるので買ってください。その中の曲でグリーンランド、
あ、これが盛り上がってきた証拠ですよ。さて今の曲が、サケロック、ヤン・リョコというアルバムに入れましたグリーンランドという曲でした。次はですねまだアルバムにも、そしてシングルにも入れてない曲をやりたいと思います。ここで、ちょっとお客さんにお願いがあります。この曲はですね、コール&レスポンスがないと成り立たないのでぜひコール&レスポンスよろしくお願いします。一体となってねやりましょう。ラジオですからね。Say no! 笑いじゃないでしょ。Say no! Say no! 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 Take to me! いいね。オールドオールドヨーク。
ね、アルバムに次はですね、また最近出した、最近って言っても4月なんですが、ミニアルバムを出しました。その慰安旅行の中の、タイトル曲慰安旅行をお届けします。ライブ最後の曲になってしまいました。口惜しい、最後というのは口惜しいですね。最後は来るものでですね、サキロック、次も、慰安旅行に、慰安旅行というアルバムに、ミニアルバムに、これはサキロックのテーマという曲を作りました。サキロックついにテーマができました。拍手、もっと叩け、もっと叩け、叩きまくれ、ここで叩かないと。ハッパンということですね、自分たちのことが好きなあまり、サキロックのテーマという曲を作ってしまいました。あとですね、サキロック、いっぱいライブをやっております。サキロックウェブというホームページがありますので、ぜひ、検索してみてください。それではありがとうございました。サキロックのテーマ、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、フォー。
はい、いかがだったでしょうか。サケロックのライブをお送りしたのはもう選手、グリーンランド、オールドオールドヨーク、慰安旅行、サケロックのテーマ、以上6曲でした。今日はね、まず会場からの感想を紹介いたしましょうかね。まずはですね、東京からお越しの、すぐり亮さんとお呼びするのでしょうかね。 MC 浜県の動きがラジオでは伝わらないところがとても残念。そうですよね、ギャグなんでしょうか、天然どっちなんでしょうかって感じも僕もしました。はい、そして、埼玉県からお越しの吉田彩乃さん、音楽性もよし、キャラもよし、最強です。ギターのお兄さんの笑顔が良かったです。そうですよね、ありがとうございます。そして私の感想なんですけどですね、バンド名からね想像してね、もっとね実はねおっさんの酔っ払いがブルースやってるバンドなのかと思いきやね、実はね曲がねかなりおしゃれですよね。あとね特にねリズム帯すごいですよ。こう私の耳にね最初にそれが飛び込んできましたね。いけてますね。そしてねインストということもありね、ほんとね条件が浮かぶようなねこうサントラみたいな感じでしたよね。あとね MC は聞いての通り、今時で言うとね意味わかんねえって感じなんですけどね、でも面白かったです。サケロックでした。続いてはですね、注目のシンガーソングライター二階堂和美さんです。ギターの弾き語りというスタイルを中心に活動を開始したのが97年頃、99年に、二方は、2001年に種1、2003年にまた落としましたよという3枚のアルバムを発表しております。シンプルで美しいメロディーを過剰にならないように慎重にアレンジしたポップな楽曲が基本ですが、作品が進むに従って声による音響実験を感じさせる不思議な楽曲が入り混じってきます。特にですね自宅録音も多いまた落としましたよにねその傾向は顕著なんですが、難解な要素はなく音で遊んでいるような奔放さが魅力です。彼女はね特にねライブでその評判を上げてきました。なんといってもスタジオ版以上に自由自在に伸びやかに舞う歌声が衝撃的です。変幻自体に表情を変える声が彼女の頭の中に鳴り響く音を捕まえるがごとく飛びまくります。一方リズムもね巧みに組み立てられた歌詞を歌えば、ほろ苦い印象をむき出しにするような深い感情表現が爆発いたします。その歌とボイスパフォーマンスが混然一体となった演奏は即興性に富み、他の追随を許さない独自性に満ちております。またね MC のゆるみさん、歌詞の共作も多数あります。いやね、ドラマーの伊藤健さんなどの記載との共演ライブも多く、想像を超えた成果を生み続けております。これもねギター一本というスタイルの自由さゆえです。ある意味安易な弾き語りのイメージを完膚なきまでに叩き壊す本質的な自由さ、可能性をこれほど感じさせてくれる人もいないんではないでしょうか。本質的な曲の良さと声の凄みが十分に引き出されたライブ、ほのぼのした感動と驚異の連続、最後の人一音まで大いに旋律してください。二階堂和美さんです。Thank you.
がとうございます、二階堂和美です。どうもよろしくお願いします。ね、今日はあれですね、皆さんの会場の上にもマイクが立ってますからね、張り切って、張り切って座って踊ってください。まあまあまあね、本当に あとでも本当今日5曲やるので、あと4曲ですけれども、続けてねバーッといきますんで、じゃあもうあなた最後ですかね、まだまだ。いやどうぞどうぞお座りになってくださいね。くつろいでお聞きになってください。どうもありがとうございます。じゃあ、今日はアルバムのね入ってない曲とか、入ってる曲とか全然なんか何のあれも気の利いたあれもないですね。いい曲をやりますね。足元拾った箱固く通し
Thank you.
紹介くださると思うので、まあ、そちらで、ご確認いただけたらと思います。なんだっけ、そう、他のあれですね、二階堂和美の、今後の活動予定ですとか、ライブ予定か、ライブ予定とか、CD をのリリース情報とかですね、そういうのは、ホームページがありますので、そちらの方でどうぞ、覗いてみてください。二階堂和美で、検索にかけてもらえれば一発目に引っかかるのがニカスープっていうんですけどね、それですね、はい、そこで見てくださいませ。なんか
いろいろ喋りたいことあったような気がするんですけれども忘れてしまうんですね。なんかここに来るとね、譜面台を置きますかとか言われるんですけれども、いいとか言ってしまうんでね、NHK 迷いませんでしたか今日。私なんかすごいワクワクしましたよ今日ここ来るとき。社会見学のちょうどいいクラシカルな感じがありますよね。私たちにとってクラシカルな感じの建物だなと思ってね、あのスタジオパークでオッシンのアフレコとかして遊んで帰ってください。もう閉まってますけど、あのそんな感じで、まあいろいろ今後もどうぞ。あ、そうですね、これラジオの皆様にもちょっと、私はあのギター一つと声とで今日やらせてもらってます。このスタイルが、ライブは多いので、一人分でね、いけますので、一人分のなんだかちょっとなんだか知りませんけれどもあの二階堂和美に旅行させてもいいと思われる方がおられましたらですね、あのそちらのさっきのホームページからででもメールをくだされば、歌いに行かせていただきたいと思います。あのギターも全然こだわりないので、あのお持ちのギターを貸してもらえればもう本当手ぶらで行くので、あのどうぞ皆さんよろしくお願いしますじゃあ二階堂和美でした。最後の曲でした。Shopping blue, shopping blue, shopping blue, shopping blue. 思い返して迷って、同じ道行ったり来たり、心の奥まさぐればありふれた shopping blue。わけは問わないで。小顔まだ考えてる。ショッピングブルー、ショッピングブルー、ショッピングブルー、ロー。
はい、いかがだったでしょうか。二階堂和美さんのライブ、曲名はね、ご指名を受けましたので、私ここが紹介いたしましょう。レールのその向こう、脈拍、距離より、夕方、ショッピングブール、以上5曲でした。こちらもね、会場のアンケートからご紹介いたしましょうかね。神奈川県からお越しの渡辺さん、二階堂さんの声が好きです。喋り方も人も可愛かった。でも歌は力強いというか、ソウルフルな感じ。まさにその通りですよね。そして東京からお越しの市村さん、ニカさんは何度見ても素晴らしい。脈拍はもはや歴史的名曲だと思う。サケロックはトロンボン奏者の空回りぶりに胸キュン。ほんとね、今日はね、両極端なゲストでね、アーティストでよかったでございます。私の感想なんですけどね、矢野明子さんをね、もっとこうエモーショナルにしたようなね、歌はね、なんかね、僕の胸にグイグイ突き刺さってきました。ね、こう物悲しいんですが、すがすがしいって感じですよね。そんな独特なね、気持ちにさせられる表現力を持った二階堂和美さんは素晴らしかったです。なんか感動いたしました。この番組では NHK 渋谷505スタジオでライブが見たいという方を募集しております。現在募集しているのは